の戦争の最後の兵隊ですよ。終戦を告げられぬまま約30年間任務を遂行し続けた一人の兵士がいた。玉砕は一体まかりにならん。はい、はい、俺は通常の軍隊の兵士ではない。彼は何を信じ何と戦い、そしてどう生き抜いたのか。話を聞かせてください、小野田さん。